こんにちは、農家です。ということで、めちゃめちゃ夜なんですけど、今回なんと初めて石垣島にやってきました。はい、ということで石垣島で初めて採集をしていくんですけど、まあね、ちょっと私一人じゃさすがにできないので、今回ちょっと採集のプロの方々に来ていただきましたのでご紹介します。ということで、じゃがじゃがじゃじゃん、まずはじゃん、イーグルさん。どうも、終わりです。いや、ちゃうでしょ。名前までちゃうじゃないですか。はい、ということで、お久しぶりのイーグルです。イーグルさんです。お願いします。お願いします。頑張ります。石垣島いろいろ教えてください。よろしくお願いします。よし。そして、最近めちゃめちゃ会う頻度が高い、どうも、高木みつるです。みつるさんです。お久しぶりです。よろしくお願いします。なんか週1ぐらいで最近会ってますけど。会いすぎ。今日もいろいろよろしくお願いします。そして、はじめまして。はじめまして。じゃん、スズメバチカメ、ヒロポンです。ヒロポンさん、よろしくお願いします。初めてなんですけど、ちょっとね、もう仲良くなったと思ってるんで、ね、いろいろ食べていきたいと思います。はい、ほんと食べるみたいなんで、ね、ちょっとね、よろしくお願いします。はい、間近で見ていきたいと思います。ということで、皆さんよろしくお願いします。頑張ります。ディリディリディ、台湾サソリモドキです。はい、でかっ。めっちゃでかいですね。なんか見たことある中で。めっちゃでかい。めっちゃでかい。すごっ。八重山カジカですか。八重山カジカです。そんないるんだ。2021年に、もともと琉球カジカガエルだったんですけど、あの、沖縄島の個体群と八重山諸島の個体群、うん。あ、分かれたんですか。でも確かに違いますもんね。こんなところに。めちゃめちゃ色綺麗ですね、オスの方が。繁殖期はこうやって色が綺麗なみたいです。すごっ。かわいい。綺麗。なるほど。自分の名前つけたいな。嫌がっちゃってますけど、メスでしょ。なるほど。産むときはこういうとこ。そうです。無精卵を食べさす。子育てするカエルですね。すごい。本当ですね。確かに。いきますよ。はい。せーの。よいしょ。おめでとう。でかい。うわ、でかっ。ほらほらほら。うわ、え、これ飛びズムカです。これ飛びズムカです。いやこれでけえな。うちのやつよりもでかいな。こうやって捕まえるんですね。あの、逆作用、逆作用気にせず。うん、むかれって意外と頭丈夫だから。そう、こういう硬いとこを掴んであげれば潰れない。へえー、かわいい。せーの。俺ぐらいでいい。え、どこどこにいます。あ、いたいた。でけえでけえ。でけえでけえ。いったいった。え、逃げた。逃げたね。はい、いたいたいた。そんな入った。高いったね。え、これ潜るんですか、父の中に。潜る潜る。待って、脱皮殻でそのサイズですか。うん、やばい。めちゃめちゃでかい。いいサイズ。めっちゃ速くてめっちゃ荒い。え、マジ俺あのスピードで負けたの。あー、お、ヒキガエル。かわいいんですけど。えい。かわいい。かわいい。オスですね。かわいい。前足っぽい。まだちっちゃいんですか、このサイズの子。ちっちゃいです。5倍ぐらいになるよね。でかいのが痛いな。ヒメマルゴキブリというゴキブリがいました。もうめちゃめちゃダンゴムシみたいですね。ダンゴムシみたいな、丸まって身を守る系のゴキブリです。ほら。よいしょ。ほら。裏側は結構ゴキブリですね。あ、ほんとや。なんかハーフですね。ゴキブリとね、ダンゴムシのハーフ。かわいい。先島ハム。一発のヒゲが固まりすぎてフィギュアみたいに見えました。だから危ないですよ。危ないですよ。タニシ食べるんですか。こんなところにザトウムシという、ね、一見パッと見私クモやと思ったんですけど、ダニの仲間だそうです。名前の由来がまた面白いですね。分けられた、ね、あ、ちゃんと分けられた。なんかペットで有名なカエルに近い仲間って言われてたんですよ。わかります。近いやつですか。近いやつ。あれ、ミツズの。アメフクラガエルに近いんです。もともとヒメアモガエルとアメフクラガエル、同じジムグリガエル族っていうところにいたんですけど、今はヒメアモガエル族になってるんですけど、結構近い仲間ですね。なるほど。八重山サソリ
日本のサソリですね。かわいい。いや、そう、2種類いるんですけど。めっちゃちっちゃい。メスだけで増えるサソリで。単位生殖ってやつですね。ティリリン。はい、こんなところにサキシマキノボリトカゲがいました。どういう映像やねんって感じですね。なんだこいつらって感じですね。おろ。走れ。ほぼマラソンですね。何この人たち。これ。結構早い。にゃろにゃろにゃ。サキシママダラがいました。ヘビちゃんちっちゃいですね、この子。去年生まれ、いや、一昨年目がすごい決まってますね。かわいい。あ、またや。すごいシーン撮れてんねんけど、やめてそれ。2回目。やっぱこいつら貨物するんだな。おい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 、やば。これ日本最大のヘビでしょ。待って、やばい、初日でやっちゃった。今の瞬間撮ってて欲しかった俺。スリジオスリジオスリジオ、かっこいい。うわ、やりましたね。やりましたね。やった。これはヤバさん触れますよ、これ。え、いいんですか。なんかここ、こんな感じ。そう、あのスジオの仲間って膨らませることができるんです。サキシマスジオってあんまりやらないんですけど。あ、そうなんですね。このサイズだと分かりやすくて縦に膨らませるんですよ。はい。うわ。うわ。この絵面熱い。この絵面熱い。サムネまでありえる。やべえ、あの撮影会に来たキモいおっさんにメイクしてる。やば。かっこいい。すごいですね。まさか。こんな感じ、一面の夜で見れるとは。ああ、よかったですね、農家さん。すごいですね。蛇がいろんな種類が出てきてます、ね。確かに、もう3種類目か。はい。これもめったに見れないですよ。すごい。石垣来て初めて見ました、僕。本当ですか。3回目にして初めてです。私初めてで出会いちゃったんですね。でも面白い絵ですね、これ。面がシュールすぎるんですよ。うわ、見れてなかったヘビ連続で出た。え、これ今日 やばくないですか。すごいっすね。サキシマアオヘビ。サキシマアオヘビ。あの沖縄に琉球アオヘビってやついるんですけど、はい、それのなんか言うたら石垣島とか八重山諸島バージョン。すげえつんぐり。なんかね、太短いですね。太短い。超いいヘビだわ。そうやってやるんだ。あ、だマダニいるな。ヘミ。オスですね。オス。ね、頑張るな。3時間睡眠、4時間睡眠。本当に。右が3時間、左が4時間ですね。そうですね、黒い方が3時間、白い方が4時間です。またサキシママダラいました。すげえな、ヘビめっちゃいるな。毛みたいに舞うんで、それが服についたりして、なんかね、洗ってもね、取れないこともあったり。ヤマンギ、レアな、カレバサキカレバ。七節がいました。結構もうこれ本当にザ七節って感じの枝七節系だそうです。しっかり七節。スタイルを見ていけばいい。確かに。あ、覚えたらいけるな。なるほど。普通に分かってる。まだオスですね。オスです。オスカサラは石垣島来たらいくらでもいるな。確かにいっぱいいるな、うん、一番いるのかやっぱ。うーん、もう取り出そうとすると結構厳しいな、うん。はい、この子大花咲きガエルです。なんかお目目でっかいですね。そう、目でかくて、で顔がちょっと尖ってるでしょ。うん、鼻先が、それが名前の由来。なるほど。これまだちっちゃいですよ。あ、そうなんですか。大山アオガエル、見た目ほぼシュレーゲルですね、はい、シュレーゲルアオガエルの第一種になるのかな。へえ。ところどころにある黄色い模様が綺麗な感じですね。確かにいいカエルです。裏側とかやばい、面白い。ね、かわいい。あった。ちっちゃい。ちっちゃいアイフィンガーガエルの。え、これ上陸したて？多分そうですね。めちゃくちゃちっちゃいですね。
木登りヤモリ。え、外来種って言われます、ね、外来種。しかも単位生殖ね、すごい。先島カナヘビがいました。ほら、もう寝てますね、こんなところで。よう見つけましたね。確かに、ま、すげえな。あんなでかいって言うんだ。でっか、怖え。やば、やばすぎっすこれ。頭でかっ。頭やばいっす、ね、こんなでけえやついるの。ちょうど1メーターぐらいか。1メーター10、10ぐらいありません。10ぐらいあるの。超えるんだこいつ。メーター超えてる。超えてます。でかいわ。やばい、でかい。これかな。うわー、出てきた出てきた。いやでもコンハブの方が圧倒的に長いですね。あ、短いんすか。短い。痛て、折れて、うわ、ほらほら、ちょっと、やばい、見逃した。え、グルさん、いた。これ幻のヘビですか。これ岩崎背中ヘビです。うわ、なんで見つかるん、マジ。いたやん。え、さっき筋置いて、ちょっと待って、次こいつで。これあれっすよね、カタツムリ食うんすよね。はい。マジで変態ヘビだな。この右と左で牙の数が違うんですよね。え、そうなんですか。で、左巻きマイマイだと失敗しやすいんですね。あ、捕食。そう。で、こういう捕食者がいるから左巻きマイマイが誕生したんじゃないかっていう考察もあったり。繁殖するため。てか、ああいう普通に葉っぱについてるんですね。はい。基本的にこういう低いところで。なるほど。一晩で捨てたか2匹。やばい。しかもでかい、でかい。わかんないわかんない。あ、メスだ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 、やったー。グルさん、メスだメスだ。しかも太い、でかい、でかい。うわー、大きい大きい、やばい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 。うわ、岩崎背中ヘビ2匹目。2匹目。30分以内に2匹出しましたね。え、時間がぴったりなんですかね、今。かもしんない、この時間暑いのかもしんないですね。かわいい。幻のヘビなんですよねって一応世間では言われて、言われてる。イグルさん、今日は優勝ですか。優勝です。ビール買って寝るか。おぉ、1日目優勝。やば、スジオと、ね、岩崎せやかのオスメスペア、ペア一晩で見ました。強くない。パスで分かんない。強すぎる。はい、ということで石垣島最終1日目の様子でした。初日から朝方までいろんな場所に連れてってもらって、なかなか見れないレアなヘビが見れたり、今年の運使ったんちゃうかなってぐらいいろんな生き物に出会えました。後半の動画もまだまだ面白い生き物たちに遭遇しております。石垣島最終後半編もお楽しみに。